ナールトン・アトリー,ハー・ハマーカーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州モントレー軍、カーメル出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。日本人の祖母を持つ、日系三世である。同じく、メジャーリーガーであるヤン・オームズは、義理の息子にあたる。メディアによっては、ハムメーカーと表記されることもある。1979年の MLB ドラフト一巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、 プロ入り、1981年にメジャーデビュー。翌1982年には移籍した、サンフランシスコジャイアンツで先発ローテーションに加わり、12勝を上げた。続く1983年は10勝を上げ、防御率2.25でタイトルを獲得した。なお、この年はオールスターにも選出されているが、7失点と打ち込まれた。その後3年間は、 肩と肘の故障により震わず1986年は全休したが、1987年受賞を上げるなど復活した。その後、シカゴホワイトソックスでプレーの1995年に引退した。2008年にはジャイアンツの球団伝道入りを果たした。ありがとうございます。